レバノンでの爆発事故、かなり衝撃的な映像だったよね。そうにはそうだけど、話題に乗り遅れてる感が半端ない。ウプ主は歩くのが遅いからね。仕方がないね。それ関係ある。そんなわけで今回は硝酸アンモニウムについて解説するよ。硝酸アンモニウムは名前からも察せられる通り、硝酸とアンモニアの反応で作られる無機化合物で、見た目はただの白い固体だよ。緑だったり紫だったりした方が毒々しさはあるけど、白い粉は白い粉で危ない感じがする。違うんだ、これは小麦粉なんだ。小麦粉を持ち歩いているのもそれはそれでかなり不審。硝酸アンモニウムは日本語では硝アンとも呼ばれるよ。全世界では年に6000万トンもの量が生産されていて、そのほとんどが化学肥料に使われていると言われているよ。アンモニアはハーバー墓地法で空気中の窒素から作られるんだよね。ちょっと長い余談だけど、実は硝酸もオストワルト法によりアンモニアから作られているよ。オストワルト法は名前の通りイルヘルム・オストワルトというドイツ人の科学者が開発したもので、まずアンモニアを白金触媒を用いて酸化して一酸化窒素と水にするよ。さらに一酸化窒素を酸素と接触させ酸化させて二酸化窒素として、そしてこの二酸化窒素を温水と反応させると硝酸ができる、というものだよ。ちなみに複製生物の一酸化窒素は当然回収して再利用だよ。じゃあ硝酸も元をたどれば空気中の窒素から作られているんだね。オストワルト法の発見当時はまだハーバー墓地法のようにアンモニアを大量生産する技術はなかったから、実用性が低い役に立たない技術としてあまり注目されなかったんだけど、でもハーバー墓地法が開発されてアンモニアが大量生産できるようになると、そのアンモニアを使って硝酸、そしてさらには硝アンや硝酸カリウムといった肥料、爆薬の原料が作れるようになったという経緯があって、オストワルト法はハーバー墓地法のおかげで化学工業において重要な立ち位置を得たと言えるよ。ただ同時にオストワルト法もハーバー墓地法の重要性を押し上げたわけで、相乗効果ということもできると思うよ。なおここまで余談。硝酸アンモニウムの話だよね。硝アンは消防法で危険物第一類というのに分類されていて、物の燃焼時に助燃剤となる固体の酸化性化合物、酸化性固体とされているよ。酸化性化合物。例えば有機物が燃えるときは酸素が助燃剤となって二酸化炭素と水が生成するけど、これは炭素原子と水素原子が酸素原子と結びつく、つまり炭素と水素が酸化される反応と言えるよ。このように物が燃えるときは基本的に燃えるものが助燃剤により酸化されるよ。でも花火とかは水中でも火が消えずに燃え続けるやつもあるよね。そういうタイプの花火には硝酸カリウムや塩素酸カリウムという化合物が含まれていることが多いよ。これらも硝アンと同じく消防法で酸化性化合物とされている化合物なんだけど、空気中の酸素の代わりにこの塩素酸カリウムなどが火薬に酸素を与えて酸化することで、水中でも火薬が燃えることを可能にしているよ。このように他のものへ酸素原子を提供して酸化して、燃焼を助ける助燃作用がある物質のことを酸化性化合物というよ。要は酸素の代わりになるようなものなんだね。実際、硝アンも含水爆薬という爆薬の原料に使われていて、これは硝アンと可燃剤と増燃剤などと水を混ぜ合わせて作られる爆薬だよ。これは採掘現場などで地下水が湧いているところで発火をしたい時のために作られた爆薬で、起爆時には硝アンが可燃剤を酸化することで爆発が起きているよ。大差にあげよう。含水爆薬は濡れても使用可能なこと以外に、保管時や持ち運び時に衝撃などで不慮の爆発が起きたりはしづらいというメリットがあるんだけど、これは水で湿らせてあることや硝アンと可燃剤の比率などを安全な値に調整しているからであって、単体の硝アンでは、意図しない原因で硝アンと可燃物が混合したりした場合はやはり危険で発火、爆発の可能性が出てくるよ。だから硝アンと可燃物とは混ざらないように保管することはとても大事だよ。じゃあレバノンで爆発したのは保管してた硝アンが何か可燃物と混ざっちゃったからなのかな。いや、報道によると倉庫補修のための溶接作業から引火して一度小規模な爆発が起こり、その炎の消火中に2度目の大きな爆発が起こった、ということになっているみたいだね。でも硝アンは助燃剤ってことはそれ自体は燃えないんじゃないの。確かに物が燃えるには可燃物、助燃剤、高温という3つの要素が必要で、例えば助燃剤である酸素だけを加熱しても可燃物が存在しない限りは火はつかないよ。ただ硝アンの場合は酸素と違って単体で加熱しても分解することが知られているよ。この分解経路は複数あるんだけど、ほとんどの場合窒素酸化物と水素酸化物、つまり水、
そして大量の熱を発生させるよ。この分解反応は形式的には硝铵の分子内で水素原子や窒素原子の酸化が起きている。つまり物が燃える反応ということもできると思うよ。つまり硝铵は自分自身を燃やすことができると。そういうことだね。保管された硝铵が溶接の炎などで部分的に高温になり、局所的に硝铵の分解が起こり、その分解熱でさらに温度が上昇して硝铵の分解温度に達したところで、一気に大量の硝铵の分解が起こり、ガスと熱が大量に発生したことで、ニュースでやっているような大爆発になったんじゃないかと思うよ。つまり結局は硝铵の近くで火を使ったのが悪いと。ウプ主の視点としては、そう考えているよ。硝铵を保管するときの基本的なことは、硝铵、SDS、で検索すると出てくる安全データシートの、7、取扱い及び保管上の注意、のところに書いてあるから、気になる人は見てみてね。今回の事件を教訓にして、もう硝铵の爆発事故は起こらないようにしてほしいね。そうだね。そう、何度も何度も爆発してたらたまらないよね。何度も何度も。ウィキペディア、テキサス州肥料工場爆発事故。テキサス州肥料工場爆発事故は、2013年4月17日午後7時50分、アメリカ合衆国テキサス州マクレナン郡ウエストで発生した大規模爆発である。近くの集合住宅、学校、高齢者施設などが炎上したり損壊したりし、多数の死傷者が出た。最終的には死者15名、300名以上の負傷者を出す大惨事となった。事故現場には30メートルにも及ぶ巨大なクレーターが形成された。工場を操業していたウエスト、ファーティライザーは2012年の時点で270トンの硝酸アンモニウムを保管していた。ちなみに爆発のきっかけとなったのは硝酸アンモニウムの火災で、出火原因は放火と推測されているけど、まだ犯人が見つかっていないから、実際のところなぜ出火したかははっきりとは分かっていないよ。この事故全然知らなかったよ。次、失敗知識データベース。薬品の取扱いミスで肥料工場が爆発し29名が死亡。え、まだあるの？フランス南西部トゥールーズ市郊外の AZF 化学肥料工場で大きな爆発があり、29名が死亡、2000人以上が負傷した。爆発の原因は、工場に保存されていた硝酸アンモニウムの可能性が疑われている。爆風により工場から3キロ以上離れた場所のガラスが割れ、4000棟以上の家屋が被害を受けたほか、赤い煙の刺激性物質が周囲に流出したが毒性はない模様。460人の従業員が働く工場は全壊し、事故現場から周辺30キロの範囲にまで被害が及んでおり、爆発の大きさを物語る。爆発の原因は、事故のほか、化学肥料の製造において混合作業で薬品の取り扱いを誤った。また、破爆発の中心が工場内の硝酸アンモニウム300トンを貯蔵した倉庫と見られており、物質の取り扱いを誤ったという推測がなされているが、はっきりした原因は判明していない。ちょっと待って、これも原因わかってないの？そうなんだよね。これだけ大きい事故なのにはっきりした原因はわかってないんだよね。そして3つ目、ウィキペディア、2015年天津臨海シンク倉庫爆発事故。まさかの3つ目。2015年天津臨海シンク倉庫爆発事故は、2015年8月12日午後11時半頃、中華人民共和国天津市臨海シンク天津港7号倉指門にある、天津東京保税航空随海国際物流有限公司の危険物倉庫で発生した大規模な爆発事故である。8月12日午後11時頃、一帯に火災が発生し、11時半頃に2回の爆発が連続して起こり、周辺住民も含めて死者165人、行方不明者8人、負傷者798人の惨事となった。爆発現場から半径2キロ圏内にある建物の窓ガラスが割れ、現場近くの住民は昼間のような明るさだった、と語った。消火活動後に撮影された航空写真では、爆発現場周辺の地形がクレーター状に変形しており、事故の影響の大きさを伝えている。これはなんとなく覚えてるよ。ニュースでずっとやってたもんね。この事故の出火原因は不適切な保管のされ方をしていたニトロセルロースで、袋が破けた状態で保管されていたために湿潤剤がコンテナ内の高温で揮発し、自然発火。その炎が近くに保管してあった硝铵に炎症し1回目の爆発が発生。そしてさらに硝铵、硝酸カリウム、金属マグネシウムを保管しているコンテナに炎症し大爆発したという事故だよ。なんか管理がバガバだね。
この事故は化学品の保管方法もガバガバなら消火方法もガバガバで、金属マグネシウムは熱水と反応すると水素を出すから消火に水を使ってはいけないんだけど、消火のために普通に水をかけていたという話もあるからね。そういうわけで天津での爆発は起こるべくして起こったという言い方もできると思うよ。そのおかげで爆発原因ははっきりしているけど、とりあえず硝铵が絡んだ火災は大事故につながりやすいことは分かったよ。あと最近の事故ではないんだけど、硝铵といえばやっぱりおっぱう大爆発は取り上げないとね。おっぱい大爆発。ウィキペディア、おっぱう大爆発。おっぱう大爆発は、1921年9月21日に、ドイツ南西部の町、おっぱうで当時操業していた、BASF 社の化学薬品工場で発生した爆発事故である。サイロに貯蔵されている硫硝铵混成肥料、硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムの混合物は、吸出して固化しており、その一部を出荷するためにダイナマイトで発破して崩す作業をした際、硫硝铵混成肥料が起爆してしまい、大惨事となったものである。爆心地には、直径120メートル、半径90メートル、深さ20メートルのクレーターが残された。この大爆発で、工場の従業員など509人が死亡し、160人が行方不明となった。工場と近くの1000戸の家屋のうち約 70% が破壊され、1952人が負傷した。工場の立地点には巨大な爆発穴だけが残された。ちょっと待って、確かに大惨事だけど、これはさすがにガバガバじゃない。爆薬の原料になるものをダイナマイトで発破するなんて、そりゃ当然爆発するよ。ところがどっこい、爆発事故前には同じ作業が2万回以上行われていたけど、爆発や火災は一度も起きていないよ。本当に。事故後に行われた検証でも爆発が起こった硝铵を含む肥料を爆発させてみる実験が行われたけど、肥料を起爆させることはできなかったらしいよ。え、じゃあなんで爆発したの？これに関しては硝铵の量が多いと、少量である時と挙動が違うのではないかと言われているよ。と言ってもこれも推測に近いものみたいだけど、なんかよくわからないね、硝铵。そもそもの話、硝铵が使われている爆薬だとアンフォ爆薬が有名だけど、安価である上に他の爆薬と比べて衝撃や摩擦で不意に爆発する危険性が低く、実際の現場で使われるものとしてはダイナマイトを差し置いて最もメジャーなものらしいよ。要は何を言いたいかというと、硝铵は保管量が多く一つの爆発事故が大規模になるからとても危ないものという印象が強いけど、というか実際にちゃんと管理しなければ危険なものではあるんだけど、爆薬というジャンルで見ると硝铵は比較的安全なものであるというイメージが強いようだよ。これもうわかんねえな。なお適切な管理ができないと高田のエアバッグみたいになる。やっぱり危ないじゃないか。そんなこんなで脈絡なく詰め込めるだけ詰め込んだ硝酸アンモニウムの解説でした。他にも硝铵が関わる事故とか事件はあるけど、さすがに全部は紹介できないので興味があったら調べてみてください。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。